やっていきましょう。今回やっていくのは、そう、今回やっていくのではない、会話、話がちょっともう支離滅裂になって、ソウルキャリバーです。ソウルキャリバー、全キャラクターノーコンティニュークリアを目指すこの動画シリーズ、今回やっていくのはヨシミツですね。まあ持ってる武器見たらわかると思うけど、まあほぼなんか基本の動きは三つ木と同じですが、三つ木にもない技とは結構あったりして、そういうのがポイントですかね。特にガード不能技が多いですね。トリッキーなガード不能技が多い、こんなねこんなね、これなんてね、非常に用途を選ぶとは思うけどね、面白いなと思う。ただなんか勝率はあんまり高くないですね、ここまでやってきてね。何度もチャレンジしてるんですけどね、バカかな今の出し方とか。残りあとミリの相手にあんの出しても意味ないの分かりきってくれ。これはいいんですけどね、こういうのはいいんだけどな、非常にいいんだけどな。なんかオリジナル、吉光オリジナルの技がなんかこう出したくなっちゃうけど、それに心奪われて失敗するって感じ。やめて、まあ悪くないね。あんまりなんかこう吉光の動きって考えないで打ってやった方がいいかもしんない。ハハハハハ、おいシェイ、どうする、どうする、なんかこう相手を前にした時どの技で行こうかとかがなんかいまいちイメージできない。それか負けてる原因は、いろいろあってどれを軸に戦っていいかよく分かんないみたいな。いける、相手のペース、よし縦ばっか、縦切りばっかり、なんか横切りに強力なのがないかといって横にもつながらない、なんか横がなんか弱いよね。つまり軸をずらされると非常に弱いかもしれないこのキャラ。うえ、遊ぶなよ、遊び心を見せるな、遊び心を見せるのじゃないよ。遊んじゃった、遊び心を見せてしまった、危なかったよ、危なかったよ。こんなのが次もあると思うな、こんな遊びが。でも遊んじゃう、心では考えてる、体は遊びを求めてる、吉光の遊びを求めてしまっている。ダメだ、ダメだ、本物のトリッキーには勝てかなわないや。えい、えい、相手の動きを見て、よく見て、よく見て、よく見て、よし、ふう、切っ先が当たんない、あぶねー
結構体力に余裕があるように見えて、あの気持ち的にはかなり追い込まれてる。なんだろうなこれは。なんかね、なんかこれで勝てるみたいなのが、イメージできないんですね。なんだろう、なんなんだろうこれは。なんなんだろうこれは。なんだろうな。もっと近寄る？切る。ギャー。よくないね。今近寄らなかったの偉いよ。スコジャイ。そこでもうズバンと言ってほしいんだけど、なんかこう止まるんだよな。よし。よし。よし。いいよ。いいですね。なんか紙一重なんだよな、こうやってパーフェクトで勝っても、なんかパーフェクト感ないな。割とギリギリで戦ってるこっちは。なんだろう、勝ててる感じがあんまりしてない。やっぱって、まあそれはまあね、ダメだ。なんだろうなこれは。うん、前がちょっと、ズバンのズバッと縦切りがこれ強力なんだけど、うん、これを軸にして戦っていくのがいいのかな。出が早いし軸ずらせるし。危ない。ダメだ、プレッシャーがすごいわ。ふう、危ねえ。危ない。ビュイン。ナイトメアか最後。なんでナイトミアなんだろう。さっきも言うたよそれ、あなたそれ。完全に駆られる側だよね、ヨシミツなんて。縦切りは非常に強力なんだけどな。遊び出しに行く。よし、これは遊んでないから、ちゃんと近寄った上でのトリッキーだから。やい、よし、押せ。うえい。押した上でのガードキャンセル、ガード負荷、これはまあハマりましたね。さあラストいけるといいな。今まさにナイトメアを倒したばかりだから、うん、いけるといいな。1戦目は勝ちたい、2戦目はもう運次第。ヨシミツバスインフェルノ、ふわっ。まずいって、ダメだって。ダメだ、めっちゃ押されとる。危なかったよ、
気持ち的にはもう最後これにすがるしかないっていう状況だったな。さあ怖いぞ、マキシーヌンチャク。もう十分見せ場作ったから、あと勝つだけだから。人間弾あと一発なんじゃい、あと一発危なかった、肝を冷やした危ねえ。いやー勝てた勝てた、よかった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 、神一重。どんなエンディングでしたっけ、ヨシミツ。悪鬼よ我が刀のサビとだれ、ヨシミツの白人が邪剣を召した。がその時邪剣より稲妻が走り、彼の哀悼は容易なる光を宿した。我が刀も邪剣に稲命に我が名を冠し、これを御賛。義を見てせざるは言うなきなり、貧しき民のために彼は立ち上がった。やがてその有名は国中に知れ渡り、その名のもとには好感度もが募った。義族の終了となった初代義満、その名は歴史の闇をかけ今に